10日サッカー女子 W 杯準々決勝日本、スウェーデン、11日、ニュージーランドオークランド、前日会見なでしこジャパンの池田太志監督、52、な10日、W 杯準々決勝のスウェーデン戦を翌日に控え、記者会見に臨んだ。2大会ぶりの4強入りがかかる大一番に向け、もっともっと日本の女子サッカーを発展させていきたいという強い気持ちを持っている。 一番大きな発信力はこの大会の我々の戦いなので、一丸となって明日の試合に向かっていきたい、と意気込みを語った。一発勝負のノックアウトラウンド、延長戦、PK 戦にもつれ込む可能性もある。池田監督は、試合を90分の中でコントロールできればなと思うが、本当にいろんなことも想定しなければいけない、と話した。 スウェーデンは2019年 W 杯3位、2021年東京五輪銀メダルの強豪。なでしこジャパンにとって、地元開催の五輪でも準々決勝で対戦し、4強入りを阻まれた因縁の相手とのリベンジマッチとなる。池田監督は、スウェーデンの前線の選手はスピードもあり、高さもある。特に攻撃の選手は注意しないといけない。 と警戒しつつも、誰を抑えればいいという問題ではなく、チームとしてどう戦っていくかにフォーカスしたい、と話した。国際サッカー連盟、FIFA、ランキングは日本11位、スウェーデン3位。対戦成績は日本の5勝3分け6敗。写真は AP。